こんにちは、アニアセヨ、マガンダハポンポーン、ボニーです。この番組は日本生まれ日本育ちのフィリピンハーフボニーが直接旅行や留学で経験したこと、そしてフィリピンママから学んだことなど、フィリピンの文化を中心に世界の驚きの文化を楽しくシェアしていく番組です。うん、海外旅行でフィリピンを検討している方、あとはね、治安とかって大丈夫？フィリピン料理ってどんな味？とかね、気になる方はぜひ最後まで見てください。記念すべく第1話の内容はですね、ダダン、バナナ！バナナ！フィリピンといえばやっぱね、南国のフルーツやと思うんですよ。パイナップル、マンゴーとかありますけれども、やっぱバナナもたくさんあるんですよね。ちなみに今見ていただいている方はフィリピンにどういうイメージを持ってますか？まあ、いろんなイメージがあると思うんですけど、海やったりね、綺麗なリゾートとかの海ね、セブ島、あとはまあストリートチルドレンやったり、あ、フィリピンパブとか思い出す人もたくさんいらっしゃると思うんですよね。まあ私の中ではですね、バナナです。日本でスーパーで見かけるバナナってこれですよね。だったらよく見かけるやつ、これ早う食べな、スポット増えるやつ、これが普通のバナナやと思うんですよ。ちなみにね、今私が住んでる沖縄には島バナナっていうのがあって、これが島バナナね。これが島バナナ、ちょっとちっちゃいよね。普通のバナナよりちょっとちっちゃくて、なんか味もちょっと違うみたいなんですけど、さっき食べたところ下バカの私には違いが分かりませんでした、すいません。ちなみにこれ 1,2,3,4つ、5本ついてて800円くらいしたのね、島バナナって。でなんでこんなに高いかって言ったら、栽培するのがすごく大変らしくて、ちょっと貴重な島バナナになってます。やっぱりね、こう島バナナにしかない味っていうのも多分あるんやと思う。分からんくてごめんな。あ、しかもね、バナナって300種類以上あるらしいね。やばない？ほんの、やばなな、やばなな、やばなな。はい、フィリピンのスーパーにも本当にいろんなバナナが置いてある。どれがどれかほんまに分からんくらい種類が置いてあって、でね、やっぱフィリピンの実家とか帰って散歩とかするよ、周りを。そしたらもう本当に歩いてすぐに、もうコンビニと一緒、日本のコンビニと同じ、歩いてすぐにバナナの木、歩いてすぐにバナナの木って感じで、すごいやっぱ身近なわけよね。でバナナ300種類あるって言ったけど、大きく分けて2種類あるのよ。生で食べられるバナナと調理用バナナね。調理用バナナで、今回はね、調理用バナナについて紹介していきたいと思います。うっふー、楽しい。調理用って言ったらどういうの想像する？バナナチップスとか、まあ、焼いたりとか揚げたり。 Yes、 全てです。焼いたり揚げたり茹でたり煮込んだりするわけよね。で、茹でバナナっていうのが朝ごはんとしてよく食べられてて、ボニーも小さい時からずっと朝ごはん茹でバナナ食べてました。そして揚げバナナ、これバナナ球って呼ばれるんやけど、あとは春巻きにして揚げたトロンっていうのもあります。調理用のバナナって結構やっぱ味はなんか芋に近い感じなのね、ちょっと硬いみたいな。で今これちょっともう売れてしまってるからちょっと柔らかいんだけど、基本的にはちょっと硬め、火通したら柔らかくなって甘くなるのね。ですごい美味しくなるの。だからあんまり生では食べないんだけど、この間ね、生で食べてみたんやけど、なんかよくわからん味やった、だからあんまり美味しくないかも。でね、茹でたり揚げたりいろんな方法があるんやけど、その中でもね、私自身が一番びっくりしたのはスープ。スープにバナナを入れんねんで、やばいよね。どういうもんかって、ほんまそんな感じよね。バナナが入ってるポピュラーな料理として、ニラーガっていうスープ料理があるんよね。でニラーガ私大好きなの、大好きなんです。でこのニラーガっていうスープは、お肉とオニオンを1時間くらい煮込んで出る煮汁とブイヨンをベースに、チンゲン菜とあとジャガイモ、あとはねこのバナナを入れて、最後ナンプラーで味付けして食べるスープなんやけど、めっちゃ美味しいね。ニラーガ自体めっちゃ美味しいね。ポークニラーガとかチキンニラーガ、あとはビーフニラーガっていう風に、いろんなお肉の種類で作られるんやけど、本当に美味しいんですよ。私の好きなスープの中の一つなんやけど、めっちゃ美味しいんです。スープめっちゃ美味しいです。私はですね、このせっかくバナナを購入したから作ってみようと思ったんですよね。そしたらね、見事に失敗したんですよね。
ね、まあ、料理に関してね、どっかやらかす才能があって、最初ねレシピ通り順調に作ってたのね。水茹でてオニオン入れてお肉入れて1時間グツグツ煮込んでオニオントロトロになってきてっていう時に、よくおばさんとかが作ってくれてたニラガを再現しようと思って豚肉を使ったわけよね。でまずブイヨン入れようと思いました。まあ、この時点でちょっと間違えたのがあって、まずブイヨンがチキンブイヨンやって、入れる直前で気づいて、あやべえやん、ポークとチキンやん、まあまあどっちもお肉やからいいかと。で入れましたと。でまあ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 大丈夫やろと結構順調に進んでました。他であとはね、ほんと煮込んでブイヨン入れて、あとバナナ切ったバナナ入れまして、でまたちょっと5分ちょっと煮込んでたわけよね。でやっと食事の時間やと思って、もうすっごいお腹空いてたからすっごい楽しみしてたのね。もう早速今回のメインであるバナナを食べてみようじゃないかと食べてみたわけですよ。食べた瞬間、んこれは何ぞや、バナナがちょっと柔らかすぎて、で調理されたがゆえに甘くなってたわけよね。ただスープはしょっぱいからさ、なんかしょっぱいけどなんか噛んだら甘いみたいな、なんかよくわからん状態になっちゃってさ。で原因を考えてみたの。原因はね、バナナが上すぎた。まずね、届いた時点で結構黄色になってた。もうこんななってん、届いた時点でこんななっててんか。ほんでからもう3日4日経ったらこんななんねんで、やばいやろ。で私はもう届いて次の日に作ったんやけど、それでもやっぱちょっと柔らかすぎたみたいで、もうとてもとてもちょっと、あーこんなんかと思って、せっかくでももったいないからさ、もちろん食べるやんか。けどやっぱりね、バナナはねスイーツとして食べるのが一番やなっていう風に思いました。今回ねバナナを紹介したかった理由としては、このバナナがボニーにとって母の味だからです。はい、これね、小さい時本当に物心ついた時からね、お母さんが仕事から帰ってきておやつ作るよって言って作ってくれたのがね、やっぱバナナ春巻き、トロンとかのバナナキューとか、結構バナナのおやつはねすっごいずっと今でも作ってくれるんよね、私が大好きだから。でね、今ではこう私も作り方わかるから、一緒に春巻き巻いてあげたりとかね、こうやってトロンを一緒に作るっていうのは私にとってはね、こうお母さんとのいい思い出やし、大好きなおやつなんですよ。フィリピン語でおやつってメリエンダって言うんだけど、私の My most favorite メリエンダ is トロンっていう感じ。だからトロンがそれだけ好きなよね。結構バナナは私の中でもすごい尊い存在、なんていうの、愛されてる存在。はい、この、 生で食べるのも美味しいんけど、私はどっちかというとこっちの調理用のバナナ方が好きなんよね。バナナってフィリピンの中でも代表するものの一つやから、このね新しい番組ボニーのそんなバナナの第1話にね登場させていただきました、登場していただきました。このバナナさんたちありがとうございました。それではね、ここまでご視聴ありがとうございます。今回のサババナナは私 Amazon で購入したので3キロで3200円くらいで購入したので、もしね気になった方はね購入してみてください。今回はボニーの3時のおやつとしてバナナを紹介したんやけど、みんなの3時のおやつぜひ教えてください。コメント欄でのコメントお待ちしてます。そして高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。 Thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.